はい、こんにちは、海坊主です。今回なんですけど、アセットコルサモッド入れてみました。まあ何のモッドかっていうと、あの首都高モッドって言われるやつですね。まあそれでね、とりあえず適当にまあ 34GTR こちらをね運転しながら走らせていきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。はい、まずねスタート地点はね、この首都高のね走り屋の聖地っていうか、たまり場っていうでも有名な芝浦パーキングですね。俺もねその20代の頃初めて首都高に行った時に芝浦行ったらね、そう見事にそういう車しかいなくてびっくりした記憶があります。で走行時間はね夜にしてます。まあ夜っつったってちょっと暗くなり始めかなってところなんですけど、なんかねなんかの設定のあれなのかもわかんないんですけど、昼間にするとね暗いところがとことん暗くてね見えないんですよ。あのトンネルとかそう、あの高架の下とか、そんな感じなのでね、とりあえずは夜にした方のがねいろんなところが見えるのでね夜にしてます。とりあえずね芝浦から環状の内回りに入ってきましたけど、このねとりあえず公式のアセットコルサに入ってる車を使ってるんですけど、まあいい感じの RB サウンドですよね。もうちゃんとした RB サウンドって感じですけど、でこちらのとりあえず首都高モッドでいうと、あの車外視点のリプレイ映像が使えないんですよね。車外視点は何て言うんですかね、車外視点のリプレイ映像っていうか、あの要はコースサイド のリプレイ映像は使えないですね。あの車を後ろから見るとかそういったリプレイではできるんですけど、とりあえずね銀座のあたりに来ましたけど、まあここはねその、まあ、昔の言い方で言うとルーレット族なんて言われてましたよね。あの環状を走ってる連中のこと、まあ、そのね環状を走ってる人たちが事故多かったポイントですよね。俺もねここで車ひっくり返ってるの見たことあります。ここをね越えてったところの右カーブのところのここね、ここでその芝浦パーキングでいた車がねひっくり返ってるのをね見ましたね。 DC2 のねインテアールだったんですけど、まあ見事にひっくり返ってました。危ないなと思いましたね。じゃあ俺もその首都高を攻めてたのかって言ったらね、全く攻めてなかったですね。イロハとかは走ってたんですけど、首都高エリアはね単純に本当にドライブに行ってました。最初まあ行くことになったきっかけは、湾岸線を本当に300キロで車が走ってるのかどうかを見てみてっていうことで行ったんですけどね、まあ速い車はとことん速かったの覚えてますね。焦りました。あんなに車ってスピード出るんだっていうのを間近に見ましたからね。でここら辺はね本当に初めて首都高を走った時に、あの首都高に来たなって思いましたね。まあ本当にね初めて行った日は夜の8時から朝方の5時頃までね、ずっとぐる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 そこら中走り回ってました。本当にただ単にちょうどねあの6号線で小菅ジャンクションのあたりまで出てきた時に、おーっていう、あれを見た時になんか来たなって感じがして、でこの都心環状に入ってねここら辺走って、あーこれが首都高かって感じでね、あの当時ねあの V シネで首都高バトルなんていうのがあったんですけど、まあそれで見た映像だなみたいな感じのところでしたね。本当にそのままでした。であとやっぱりねあの漫画でね湾岸ミッドナイトをね見まくってたので、その湾岸ミッドナイトのねその舞台になった場所だなっていう、その場面とね場所を照らし合わせてね、ああなるほどねみたいな、なんかね一つ一つがねそうやって感動しながら走ってた記憶がありますね。でまずびっくりしたのがね、その確かに環状をえらい勢いで走ってる連中もいたんですけど、それに負けず劣らずね、負けず劣らず凄まじいなんかなんていうんですかね運転してんなと思ったのがそう、今までねずっとレーシングカーばっかりやってたんでね、どのぐらい曲がるか分かってなかったんでね、ちょっとそれでねあの今はらんじゃった感じですけど、でまあちょっとさっきの話からまたちょっとまた湾岸ミッドナイトの話に戻りますけど、この漫画ではねここの先のストレートで300キロ超えるとか言ってたんですよ。で実際行ってみたらね嘘だろって思いましたよね。そんなこの
距離で300キロ出んのっていう思いましたけど、まあ漫画では出てましたよね。でまたさっきの話戻りますけど、そう、そのルーレット族と言われてる連中に似たり寄ったりですげえ勢いで走ってんなと思ったのが、あの個人タクシーですよね。連中だって縫って走ってとんでもない勢いで飛ばしてんじゃんみたいな、客乗っけてない場合は。そう、テレビもねそういうのも取り上げろよと思いましたよ。その走り屋悪みたいなこと言ってたけど、個人タクシーの連中だって当時はねえらい勢いで飛ばしてたような気がします。そう、セルシオとかマジェスタとか当時ね、そう、そんなタクシー見たことねえよってタクシーがいっぱい走ってたの記憶してますよね。そう、ベンツのタクシーもいたしみたいな。今だと大体ねなんかクラウンばっかりのような気がしますけどね。そう、もうシーマ、セルシオ、クラウンもいたけど、シーマ、セルシオとか、あとプレジデンテとか、さすがにセンチュリーのタクシーは見なかったですけどね。なんかねいろんな高級車を使ってんだなって思いましたけど、まあ本当にね個人タクシーの連中が飛ばすなっていうのはねすごく印象に残ってましたね、初めて行った時は。で当時俺が乗ってたのはね解体屋から拾ってきた13だったんでね、ボロボロので、それがねそうゆっくり走ってるわけですよ、地方ナンバーで。もういかにもねおのぼりさんみたいな感じでしたよね。今考えると恥ずかしいんですけどね、なんかネオン管とかいろいろくっつけてたんでね。本当にクソ真面目にね、本当に制限速度の60キロでねビクビクしながら走ってたのをね覚えてます。でここからね環状を離れてそのままねあのレインボーブリッジ、そちらの方にね向かいますね。でもねその首都高結構ねその初めて行った以降もう何回も行っていたんですけど、そう意外と役に立ったんですよ。その後にだから結局仕事として首都高にねあのトラックで走ることも結構あったので、そう迷わずに済みましたよね。その運転手として初めて首都高行ってももう散々ねそこら中ぐる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 走り回ってたんで、どこからどう抜けていけるとか全部もう覚えてたんでね、運転手やる頃には。そう、そういう意味では役に立ちましたよね。だから初めてレインボーブリッジ渡った時もね、あれがフジテレビだみたいな感じでしたからね。本当だからまだ湾岸線はあのお台場のね湾岸線の出口はね13号地の出口だったような気がしますね、当時は。まだなんかね気がついたら臨海副都心なんていうなんかねインターに変わってましたけど、だから俺がねあの運転手やってた時はまだね13号地でしたね。まあこれで言うと多分年齢もねなんとなく分かってくると思うんですけど、でこの先の有明ジャンクションはね東行きの方で行きますね。まあ西行き行ってみたい気持ちもあったんですけどね、とりあえず東行きで辰巳パーキング目指します。この雰囲気がでも本当にモッドとはいえ結構リアルですよね、本当。まあなんかあの車を追加できるねさらにモッドがあるみたいなんですけど、まだそれはね入れてないです。なんかとりあえずいろいろ面倒くさそうだったんでね、まだそこは入れないで普通にただ走ってますけど、それ入れればねよりなんか雰囲気が出るみたいなね感じになるみたいです。あのトラックが追加されたりとかいろいろね一般的に走る車が出てくるのでね。はい、ということでね今回は以上になります。またね次はね別ルートで走ってみたいと思います。まあこちらのね辰巳パーキングもある意味聖地ですよね。はい、ってことで最後までご視聴ありがとうございました。